の方向が石油が眠って言われている方向です。またこの方向がモロイスラム解放戦線がと思われる地域です。で、先ほど言った村がこちらの地域、してダバオがこちら、 MCL もこちらです。まだここに来ている日本人は本当に10人いるかいないかです。慰霊碑ができればいいなと思います。第二次世界大戦の際、日本軍がもっと山の方に行って少数民族と共に、少数民族と結婚して混血の子供が今3代目になっているということです。